皆さんどうもご苦労様です。静岡から今日は47名が、この浜岡原発の永久停止廃炉の請願署名のことで今日は、こちらに要請に来ました。今日集まられた方々を代表して署名について渡させていただきたいというふうに思います。私ども3月11日地震が起きてからすぐに止めてほしいという署名を始めましたが、県民の声に押されて浜岡原発が一時停止をして以降永久停止廃炉にしてほしいという署名を実施をしてきました。これ私いろいろ運動をやってきましたけれども、これ浜松でも静岡でも繁華街でやりましたけれども、こんなに集まる署名は今までありませんでした。それだけ非常に切実な声だというふうに思います。先ほど再稼働については中長期対策防波壁ができ、住民の理解を得られた上でというお話を先ほどしていましたけれども、住民は理解しないと思います。これはこの、署名がそれを雄弁に表しているのではないかというふうに思います。ぜひ県民の声を厳粛に受け止めて、いただきたいというふうに思います。世界一危険な浜岡原発の永久停止廃炉を求める請願署名、請願項目1、浜岡原発は永久停止廃炉とし、電力の原発依存をやめ、自然エネルギー活用へ政策の大転換を図ること。2、運転停止の浜岡原発の原子炉、使用済み核燃料を安全に冷却する万全な体制を緊急に取ること。提出署名数は115,226筆です。ぜひ厳粛に受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ署名について、まあ、今日 の、 署名の数というのはですね、まあ、本当にびっくりしましたけども、わずか8ヶ月って聞きましたが、11万5千を超える大変な数が寄せられたということなんですね。これはもう菅総理が一度5月に、この浜岡原発は地震の危険性が一番大きいから停止をするって言ったわけですから、それならですね、当然永久停止廃炉っていうのが当たり前なんですね。で、そういうことをぜひやってほしいという熱意がですね、これだけの数で、に表れているというふうに思います。で、大体その2年後に再開の可能性があるなどと言ってますけども、そんな前提はですね、一切、整っておりません。まず第一に、震源域の真上にあると。これは全く変わらないわけであります。一番危険な、世界で一番危険な原子炉ということですからね。それからもう一つは、地震に対する対応ができていない。津波に対して防潮堤だとか防波堤だとか、それをやったからいいということにはならないわけであります。大体福島第一原発も地震で、原子炉が破損している、壊れたという可能性も十分あるということが専門家から指摘されているわけですね。で、したがって、これだけ巨大な地震が想定されている震源域の真上にですね、ある原発はこれはもう廃炉しかないということでありまして、今日たくさんの現地の方々が、こちらに、経産省に要請に来られました。この思いをですね、ぜひしっかり受け止めて、野田政権も廃炉に踏み出すということをですね、ぜひやらせていきたいし、我々も
皆さんと一緒にそのために頑張っていきたいというふうに思います。